皆さんこんにちは。2017年司法試験個別行政法から学ぶ仕組み解釈始めていきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。さてですね、今回の講義はですね、行政法司法試験も予備試験も個別行政法の仕組み解釈が重要だと言われております。そしてですね、皆さんも判例を読むときに個別行政法を引きながら読んでください。これよく言われていると思います。私もですね、受験生の時いろんなもので、目にしました。でもね、多分ね、実際に本当にやられてる方って少ないと思うんですよ。というのもやっぱり個別行政法をまず探してくるのがちょっと面倒くさい。もちろんインターネットで検索すれば、建築基準法なり都市計画法なり宅建業法なり、配送法なり出てきます。でもね、なかなか引く機会が少ない。そこでですね、今回は普通ね、判例があってじゃあ個別行政法をやりましょうって順序なんです。今回は逆にして、まず個別行政法の仕組みを学びましょう。そこからスタートして、じゃあ判例どうなんだ、そういう順序でこの講義は組み立ててあります。では早速参りましょう。1ページ目開いてください。まず1、建築確認と建築許可という話です。で、今回のテーマはまちづくり行政法、建築基準法と都市計画法、これを中心に扱っていきます。早速いきましょう。で、1、建築確認、建築許可。で、建築確認の仕組みはさすがにご存知の方多いと思います。何か建築物を建てるには建築確認を受けなければならない。確認を受けなければ適法に建築できない。それぐらいご存知だと思いますが、今日は建築基準法の条文をしっかり引きながら、これをまず学びましょう。最初の黒ポチ、見ていきます。建築物を建築しようとする建築主は、建築主事に確認の申請書を提出して建築確認を受け、確認済み証の交付を受けなければならない。こういった条文があります。これね、ちょっと後ろの方になるんですけど、11ページ見てください。建築基準法の6条なんですね、これ。根拠は一緒に見ていきましょう。第6条、建築主は第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合、増築しようとする場合においては、建築物が増築後において1号から3号までに掲げる規模になるものとなる場合も含む。これらの建築物の大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをしようとする場合、または第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定、この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定、以下建築基準法令の規定という、その他建築物の敷地、構造または建築設備に関する法律並びに、これに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものを言う、以下同じに適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、建築主事の確認を受け、確認済み書の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更、国土交通省令で定める軽微な変更を除くをして、1号から3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合、増築しようとする場合においては、建築物が増築後において1号から3号までに掲げる規模になるものとなる場合も含む。これらの建築物の大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをしようとする場合、または4号に掲げる建築物を建築しようとする場合も同様とする。そういった条文になるわけです。で、これね、条文なかなか読んでるの意味あるんで、もうちょっとね、お付き合いくださいね。で、まずざっくり言うと何かっていうと、一定の場合の建築物の建築とか増築とか模様替えをするには、ここですね、工事に着手する前に、その計画が建築関係基準規定、その他建築物の敷地、構造、また建築なんちゃらかんちゃらに適合するものであることについて、要するに関係法令に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済み書の交付を受けなければならない。そういうことですよね。要するに建物を建てるぞ、一定の建物を建てるぞという場合には、建築計画、図面とかね、出して、建築基準法をはじめとする関係法令に適合していることについての確認を受けなければならないということです。で、確認を受けなければ罰則とかがあるものだから、今回ね、引用してないですけど、罰則があるものだから、当然これ国民の権利義務に影響を与えている、
そういうことになりますね。なので建築確認は、それ自体処分性がある、そういう話になってきます。ここまでいいでしょうか。でね、これ安全かどうかっていうのは要するに建築基準法に書いてるんですよ。こういう構造にしなさい。で、後でやりますけど建築基準法の規制には2通りあります。これね、単体規定と集団規定というものがあります。でこれ単体規定って何かっていうと、これね、建物どこに建てるのでも必ず守らなきゃいけない基準、要するに建物の最低限の構造とか、そういったものの規制です。で集団規定っていうのはこれからやるメインなんですけど、あのね、街中にいろんな建物ありますね。周辺との関わりで例えば何メートル開けなきゃいけないかとか、高さが何メートルじゃなきゃいけないかとか、周りとの関係で必要とされる規定です。なのでこれは場所によって規制が違う。建蔽率とか容積率とか後でやりますけど、単体規定はどこでも同じ、そういうことになります。でこれらの基準に適合していることについて確認を受けるという話になります。ということは確認を受けると、これね、ある程度の安全性はそれで担保されるという話です。ここまでいいでしょうか。じゃあね、次ね、ちょっとこれテクニック的なことでもあるんですけど、もう一回建築基準法の条文見ましょう。ここにね、建築基準関係規定、いろいろ書いてますね。この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定、その他云々かんぬ、その他建築物の敷地構造または建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものを言う。はい、この箇所何か司法試験で使えますか。ってなると、これ原告適格の関係法令のまさに何が関係法令かって書いてくれてますよね、ここに。これはね、原告適格の当てはめで一つ使えるということになります。いいでしょうか。この計画が建築基準関係規定の次ね、よろしいでしょうか。ちょっとレジュメ行ったり来たりしますけど、1ページに戻りまして、じゃあ次ね、括弧1建築確認の3行目、米印。建築主事って何か。これは確認に関する事務を司るものを言い、都道府県または人口25万人以上の市に置かれる。だから一般の小さい市町村には置かれないということになります。で、これが4条1項ですね。一応見ときましょう。建築基準法の条文は11ページ以下。4条1項、政令で指定する人口25万人以上の市は、その長の指揮監督のもとに6条1項の規定による確認に関する事務を司らせるために建築指示を置かなければならない。5項、都道府県は都道府県知事の指揮監督のもとに1項または2項の規定によって建築指示を置いた市町村、97条の2を除き以下建築指示を置く市町村というの区域外における建築物に関わる6条1項の規定による確認に関する事務を司らせるために建築指示を置かせなければならない、そういう規定になってます。じゃあどんどん行きましょう。でその次ね、米印、建築主事は建築確認をする場合、1ページに戻りますけど、原則としてその確認する建築物の工事施工地または所在地を管轄する消防庁または消防署長の同意を得なければならない。これがね、建築基準法93条1項です。
あれ93条1項載ってないですね。すいません。まあ、93条1項という条文があって、それで、それを受けてね、消防法があるんですよ。消防法が20ページ見てください。ちょっと長いですけど見ていきましょう。建築物の新築増築改築移転修繕模様替え用途の変更もしくは使用について許可認可もしくは確認をする権限を有する行政庁もしくはその委任を受けた者または建築基準法6条の2第1項括弧飛ばしますよの規定による確認を行う指定確認検査機関括弧飛ばしますよは同外許可認可もしくは確認または同法6条2の1項の規定による確認に関わるここね建築物の工事施工地または所在地を管轄する消防庁または消防署長の同意を得なければ当該認許可認可もしくは確認または同項の規定による確認をすることができない。建築確認をするには消防庁または消防署長の同意が必要だという規定ですよね。ただし確認に関わる建築物が都市計画法8条1項5号に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅である場合、また建築主事が建築基準法87条の2において順用する同法6条1項の規定による確認をする場合においてはこの限りでない。で、2項ね。消防庁または消防署長は前項の規定によって同意を求められた場合において、当該建築物の計画が法律またはこれに基づく命令もしくは条例の規定、括弧飛ばします。の規定により、建築主事または指定確認検査機関が同法6条の4、1項1号もしくは2号に掲げる建築物の建築大規模の修繕、大規模の模様替え、括弧は全部飛ばします。もしくは用途の変更または、同項3号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは同項の規定により読み替えて適用される同法6条1項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。で、建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは同法6条1項4号に掲げる場合関わる場合にあっては同意を求められた日から3日以内にその他の場合にあっては同意を求められた日から7日以内に同意を与えてその旨を当該行政庁もしくはその委任を受けた者または指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において消防庁または消防署長は同意をすることができない事由があると認めるときはこれらの期限内にその事由を当該行政庁もしくはその委任を受けた者または指定確認検査機関に通知しなければならない。はい、お疲れ様です。長い条文でしたけどこの条文のポイント何ですか？司法試験の関係から言ってまず1個は、まあ、制度の仕組みとして建築確認をするときは、まあ、マークしておきましょうか。要するにここね確認に関わる建築物の工事施工地または所在地を管轄する消防庁または消防署との同意を得なければ当該許可認可もしくは確認または同項の規定による確認をすることができない。結局これですよね。確認受けなきゃダメなんだという話です。消防庁の同意が必要なんだという話です。じゃあね2項のポイント何でしょうか？司法試験の関係から言ってでこれね個別行政法のまさに解釈なんですけど、はい、消防庁または消防署長は同意をするんですけどその同意に同意不同意に裁量はありますか？この条文の規定からどうでしょうか？これ裁量ないんですよね。なんでか分かりますか？2項でここのね下から 1,2,3,4,5,6,7 行目建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同意を与えてその旨を当該行政庁もしくはその委任を受けた者または指定確認検査機関に通知しなければならない。このまず条文の書きぶりから言って違反しないものであるときは同意をして通知をしなければならない、そういうことになってますよね。しかも行為の性質から考えるとこれねまあ、工学上の行政行為に当たるかどうかは別として国民っていうのはもともと建築物を建てるのは自由なわけですよね。その自由に対する規制なんでそんなものに裁量があるわけがないんです。しかも何を、根拠に同意を拒否するかというとあくまで建築物の防火に関するもの建築基準法とかのねそういった規定に、該当するか該当しないかしか判断してはならない、そういう条文の書きぶりになっております。よろしいでしょうか？じゃあ戻りますよ。で、1ページの上から、1建築確認建築許可の上から、
1,2,3,4,5,6,7行目、理由なんですけど、この制度の理由は事後に瑕疵があったら大変なので事前に法令適合性をチェックするところにあります。建築確認もそうなんですよ。建築確認の趣旨ね、これ建築確認の趣旨、事後に瑕疵があったら大変だから確認をして事前に法令適合性をチェックする。事後に瑕疵があったらってのは、建築物建てた後でね、ぐちゃぐちゃ言われてもね、壊すのかって話ですよね。だから建てる前に確認する、それが建築確認の趣旨です。そして、これね、後で判例との絡みでもやりますけど、なんで消防庁の許可とかがあるかっていうと、これ国民の便宜を考えて、本来はいろんな行政庁の許可を得るってシステムを建築確認ってところに集約したんですよ。で、その建築確認の前提として消防署との同意がある、いろんなところの同意がある、で最後に建築確認でまとめて確認するっていうシステムにしたんです。そういう構造になってます。いいでしょうか。でね、これはそんなに大事じゃないんだけど、実は建築確認が必要でない建築物もあります。例えばね、ちっちゃい物置を建てることを考えてください。誰も建築確認なんて取らないですよね。なのでこれ一定の建築物のみに必要です。でここはさらっとでいいんですけど、都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区において建築物を新築増改築移転する場合には建築確認が原則必要だし、大規模な特殊建築物や一定の大規模建築物とは地域を問わず建築確認が原則必要。ただまあここは司法試験であんまり必要ない知識でありますので、まあ、ご興味ある方は後で条文を読んでおいてください。いいでしょうか。じゃあ次ね、完了検査です。建築確認を受けて建築した後、完了検査制度があります。で、完了検査の後、検査済証が交付されます。なので、建物を建てる前に建築確認を取る。確認済証をもらう。建てた後に、一定の場合は完了検査。で、完了済証をもらう。っていう、システムになってます。これも条文を見ていきましょう。12ページの、13ページか、7条ですね。7条、建築主は第6条1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより建築主事の検査を申請しなければならない。5項、建築主事等は前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより検査済証を交付しなければならない。そういった規定になっています。よろしいでしょうか。じゃあ次ですね、1ページに戻りまして、でこれ確認検査については指定確認検査機関でも可能となっております。これはよく判例に出てきますよね、指定確認検査機関で。ちょっと1個だけ見ておきましょうか、条文6条の2になります。12ページですね、12ページの下の方、6条の2、前条1項各項に掲げる建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、77条の18から77条の21までの規定の定めるところにより、国土交通大臣または都道府県知事が指定したものの確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条1項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなすということになっています。よろしいでしょうか。じゃ次ね、括弧3、審査請求です。建築確認完了検査などの審査請求は建築審査会に対してする。94条1項。で94条1項はこれついてないのかな？ついてないけど、まあ建築審査会に審査請求できるという条文があるんです。で司法試験との絡みで、この審査請求できるって条文はどういう時に使いますか？これ処分性を根拠づける一つの要素になりますね。異議申し立てか審査請求ができるってことは、当然ね、法がこれ行政処分だと考えている、まあ一つの要素ですけど、非常に大きな要素になります。いいでしょうか。処分性基礎づける、これ覚えておいてくださいね。あの行政法って面白くて、個別行政法って本当に星の数ほどあって、まあ、似たような法律もいっぱいあるんですけど、それぞれの分野ごとに結構異なっている。でもね、この行政法の処分性とか原告適格において、
ある程度ポイントって決まってるんですよ。例えば今言ったね、異議申し立ての条文、審査請求の条文、これ処分性基礎付ける。あとは有名なのに原告適格を基礎付ける条文で、例えばね、周辺住民の意見とか聞く公聴会とかを開かなければならない。義務になってる時は周辺住民の利益をこれ考えてるわけですよ、法令で。なのでそれは原告適格を基礎付ける条文になるとか、ある程度定石といいますか決まってるんですね。なのでぜひね、今日それを少しでも身につけて持ち帰っていただきたいと思ってます。では次参りましょう。括弧4、違反建築物に対する是正命令、除却命令とか、これは有名な条文ですよね。これ試験とか模試とかでいっぱい見たことあると思います。建築基準法のですね、9条ですね、13ページ、真ん中あたりです。違反建築物に対する措置、9条。特定行政庁は建築基準法令の規定またはこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物または建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人、請負工事の下請人を含む、もしくは現場管理者または当該建築物もしくは建築物の敷地の所有者、管理者もしくは占有者に対して当該工事の施工の停止を命じ、または相当の猶予期限をつけて当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替え、使用禁止、使用宣言、その他これらの規定また条件に違反対する違反を是正するために必要な措置を取ることを命ずることができる。これ違反建築物に対する措置命令、これ非常に重要なものになります。もちろん措置命令自体は行政処分になります。じゃあここまで踏まえた上でちょっと判例を2つ、建築確認が題材になったものを見ていきましょう。両方とも有名な判例です。1は再犯再一昭和34年1月29日100選1時24事件です。 X は知事に対し建築許可を申請し、一旦は Y 消防庁が同意したものの周辺住民の反対に遭い、 Y は同意を取り消した。そこで X は同意取り消し処分の取り消しと無効確認を求めて出訴したという話です。で、さっきね、消防法の条文、これは旧消防法ですけど、現在の消防法とあまり変わりません。なのでさっきの消防法を思い出してください。これ X さんとしては何が不満なんですか。これ消防署長が同意取り消したけど、これ周辺住民の反対を理由としてるんですね。こんなもの考慮していいんですか。ダメですよね、さっきの条文の書きぶりから言ったら。そこが実態違反になるわけですよ。じゃあ見ていきましょう。判詞、まず行政処分とは一般論を述べます。公権力の主体である国または公共団体がその行為によって国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められている場合を言う。したがってかかる公告訴訟の対象となるべき行政庁の行為は対国民との直接の関係においてその権利義務に関係あるものたることを必要とし、ここマークしましょう。行政機関相互間における行為はその行為が国民に対する直接の関係においてはその権利義務を形成し、またはその範囲を確定する効果を伴うものでない限りは公告訴訟の対象とならない。なので消防庁の同意は行政機関相互の行為だから処分性がないと皆さんも覚えていると思います。ただ気をつけていただきたいのは、この判例正確に見ると行政機関相互の行為だから処分性がないって言ってるんですか。違いますよね。行政機関相互の行為でも権利義務を形成する場合がある。でも今回はそうじゃないから公告訴訟の対象とならないっていうロジックですよね。どちらかというとよろしいでしょうか。で、これなんですけど、どういうことかって言いますと、結局ね、こういう話になってるんですね。今回は消防庁ね、ちっちゃいところだから、消防庁の同意があって、あとは他にね、法令適合性、これももちろんあるけど、があると建築確認できるんですよね。で、これは処分なわけです。
間違いなく。じゃあ消防庁の同意が処分かどうかという問題ですよね。今回は判例は処分でないとしました。なぜかこれ処分性なし、理由は2つ、行政機関相互の行為、でもう一つはこれね、国民の権利義務を直接形成しているのは消防庁の同意ではなくて建築確認ですよね、ということです。国民の権利義務を形成しているのは建築確認、その前提行為なんだ。ということで消防庁の同意の処分性を認めなかった判例です。ここまでよろしいでしょうか。で皆さんね、多分この判例は知ってると思うんですよ。でおそらくこれぐらいは知ってると思うんです。ただね、せっかく来ていただいたんでこの判例を題材にもうちょっとだけ深めていきましょう。じゃあこれ逆に、これ消防庁の同意に処分性認めるべきだと思いますか。どうでしょうか。まあこれはね、もちろん個人の考え方があるのでどっちが正しいかっていうのは分かりませんが、私はね、これ消防庁の同意に処分性認めたらダメだと思います。ここに処分性認めるってことはどういうことかっていうと、消防庁の同意の瑕疵を建築確認で争えなくなる、まあ、違法性の承継が認められる場合は別としてということになります。でも消防庁の同意なんてこれ分かんないことがありますよ。となると国民の権利救済の観点からむしろ処分性を認めちゃダメなんですよ。これこっちに処分性を認めるべきということになります。そして処分でないということは、ここで同意の違法性を争えるということ、だからさっきの消防庁の同意に周辺住民の反対なんてものを考慮した、そもそもそんなの考慮できないんだから違法だ、それは建築確認の取り消し訴訟とか、まあ広告訴訟において争うということになっていきます。よろしいでしょうか。じゃあここまでやったなら次もう一個ね、建築確認に関わる判例があるんで見ていきましょう。で2ページ目、これも有名な判例です。建築確認の訴えの利益という話ですね。建物が建てられた後訴えの利益が消滅する、これも皆さんご存知だとは思います。見ていきましょう。2ページ目事案です。 Y は阻害 A らの申請に関わる各土地に建築する各建物につき建築確認をした。その後当該建築確認に基づいて建物が建築されたが、 X らは Y の成した建築確認の取り消しを求めて出訴したという話です。建物建築後にはなぜ消えてるんでしょうか。これね、判例を詳細に引っ張ってくると、判例結構建築基準法の条文引いてます。見ていきましょう。建築基準法によれば、建築主は同法6条1項の建築物の建築等の工事をしようとする場合においては、右工事に着手する前にその計画が当該建築物の敷地構造及び建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定、以下建築確認規定というに適合するものであることについて、ここマークしましょう。確認の申請書を提出して建築主事の確認を受けなければならず、これが6条1項、これ建築確認と言います。
で建築確認を受けない右工事の建築物の工事はすることができない6条5項とされている。でまた建築主は右工事を完了した場合によってはその文字を建築主事に届け出なければならず7条1項、建築主事が右届出を受理した場合においては建築主事またはその委任を受けた当該市町村もしくは都道府県の理員は届出に関わる建築物及びその敷地が建築関係規定に適合しているかどうかを検査し、完了検査ね、こっちは適合していることを認めたときは建築主に対し検査済書を交付。だから判例は何言ってるかというと建築確認って制度を引いてどういう制度か確認済書が交付され工事が完了したら完了検査があって検査済書が交付されるということを引っ張っています。でそして特定行政庁は建築基準法またはこれに基づく命令もしくは条例の規定に違反した建築物または建築物の敷地については建築主に対し当該建築物の除却その他のこれらの規定に対する違反を是正するために必要な措置を取ることを命ずることができる、是正命令があるとされている。是正命令も引っ張っています。これらの一連の規定に照らせば建築確認は建築ここからマークしましょう。建築確認は建築基準法6条1項の建築物の建築との工事が着手する前に当該建築物の計画が建築関係規定に適合していることを工芸的に判断する行為であってそれを受けなければ右工事をすることができないという法的効果が付与されており、建築関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止することを目的としたものということができる。ここの建築確認というものはどういう法的性質があるか、これは知っておいてください。一言一句同じことを書く必要はありません。ただなんとなく書けるようにしておいてください。そして担当式試験、予備試験の方はね、担当もあるけど担当式試験にももちろん出るところです。これ非常に重要です。しかしながら右工事が完了した後における建築主事の検査は当該建築物及びその敷地が建築関係規定に適合しているかどうかを基準とする。同じく特定のここマークしましょう。特定行政庁の違反税制命令は当該建築物及びその敷地が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しているかどうか基準としている。でいずれも当該建築物及びその敷地が建築確認に係る計画通りのものであるかどうかを基準とするものではない。つまりこれ重要なんですけど、建築確認受けますよね、完了検査があります。この完了検査っていうのは建築確認通りに建築しているかを確かめる検査ではないんです。完了検査は完了検査で独立して建築基準法とかの法令に違反してないかを調べる検査だって言ってます。違反是正命令もそう、最初の建築確認を降りた通りの建築をしているかどうかではなくて法令に違反してないか独立に検査する、そういうことを言ってます。でさらに違反是正命令を発するかどうか特定行政庁の裁量に委ねられているから、ここマークしましょう。建築確認の存在、検査済書の交付を拒否しまた違反是正命令を発する上について法的障害となるものではなく、ここ重要ですよね。だから建築確認が降りたとしても事後的に建物に違反是正命令を出すことは当然できるんです。なぜかというと是正命令というのはその時において命令を出す当時においてこの建物が法令に違反してないかその観点から出されるものだから、完了検査も同じです。よろしいでしょうか。でまたたとえ建築確認が違法であるとして判決で取り消されたとしても検査済書の交付を拒否しまた違反是正命令を発すべき法的拘束力が生ずるものではない。したがって建築確認はそれを受けなければ右工事をすることができないという法的効果を付与されているに過ぎないものと言うべきであるから、当該工事が完了した場合においては建築確認の取り消しを求める訴えの利益は失われるものと言わざるを得ない、そういうことになっています。なので周辺住民が建物がね建っちゃった後に争いたければ違反是正命令の義務付け訴訟とかね、そういったものを考えていく、そういう話になってきます。よろしいでしょうか。でね、今のをちょっと判例を踏まえてもう一度条文を見てみましょう。ポイントはね13ページ、完了検査の条文を見ていきましょう。7条1個はさっき読んだけどもう1回読みます。建築主は6条1項の規定による工事を完了したときは国土交通省令で定めるところにより建築主事の検査を申請しなければならない。そして4項です、これが大事。建築主事が第1項の規定による申請を受理した場合においては建築主事またはその委任を受けた当該市町村もしくは都道府県の職員はその申請を受理した日から7日以内に、ここマークしてください、当該工事に関わる建築物及びその敷地が
建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。書いてますよね。完了検査は建築確認通りに建物が建っていることを検査しているのではない。建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査するんだ。ちゃんと書いてます、ここに。いいでしょうか。で、これもですね、是正命令もね、9条ちょっと見ますけど、特定行政庁は、なんちゃらについてはこれね、その他これらの規定または条件に対する違反を是正するために必要な措置を取ることを命ずることができるって書いてますよね。これらの規定って何かというと、建築基準法の規定またはこの法律の規定に基づく許可に付した条件、これなんです。建築基準法の規定に違反した場合は是正命令、あるいは許可に付した条件に違反した場合は是正命令。建築確認通りにやってるとかそういうのは一切書いてない、そういうことになってます。よろしいでしょうか。でね、皆さん行政法の判例って多分ね理解はされてると思うんです、さっきの判例も。でもね、このように本来は個別行政法のね条文の文言に立ち返って考えてやる。そうするとね、ものすごく力つきます。これ全部の判例についてやるのは理想形ですけど、おそらく無理だと思います。でもね、今日ね、建築基準法と都市計画法についてある程度あります。で、これ一回やるとね、他の条文、他のね行政法にも応用が効くので、これかなり力がつきます。ぜひね、今日はあと、もうちょっと50分ぐらいしかないですけど、やっていきましょう。次3ページ、道路指定。これ二項道路の話です。で、括弧1、接道義務。都市計画区域及び準都市計画区域内においては、建築物の敷地は原則として道路に2メートル以上接しなければならない。条文後で見ます。とりあえず見ていきましょう。で、建築基準法上の道路とは原則として幅員4メートル以上のものを言う。これが接道義務になります。つまりまとめるとこういうことです。建築物を建てる際の敷地というのは、たとえこんな敷地で道路ここしか接してなくても、これ道路ね、道ね、2メートル接しなきゃいけないというのは敷地と道路が接する面積です。ここが2メートル以上で、ここの幅が4メートル以上ということになります。つまり幅が4メートル以上の道に2メートル以上敷地が接しなければならない、そういったのが接道義務ということになります。なんで接道義務があるのか、簡単に言うと消防車が入れるようにするため。だからある程度の道の広さと幅、接する幅がなければならない、そういうことになります。ちょっと条文見ていきましょう。13ページに42条がありますので、見ていきましょう。これ道路の定義の条文です。1項、この章の規定において道路とは次の括弧の1に該当する幅員4メートル以上、括弧飛ばしますよ、以上のものを言う。で、1号、道路法による道路。で、まだ2号とかあるんですけど、まあ、典型的なのは道路法による道路で、かつ幅員が4メートル以上のもの。これが建築基準法上の道路になるわけです。道路の概念はいろんな法律で違います。建築基準法で認められる道路は幅員4メートル以上になります。で、14ページで43条、敷地等との道路との関係です。建築物の敷地は道路、括弧次に掲げるものを除き、44条1項を除き以下の2メートル以上接しなければならない。で、ただし、まあ許可があったらその限りでないということです。43条で2メートル以上接しなければならない。で、44条を見てください。
これが道路内の建築制限です。建築物または敷地を造成するための擁壁は道路内に、または道路に突き出して建築し、または築造してはならない。ただし次の各号のいずれかに該当する建築物についてはこの限りでない。1号以下は省略します。でつまりこれ何が言ってるかというと、この条文の立て付け、なんでこの並びになってるか分かりますか？42条で建築基準法上の道路っていうのが定義されています。で42条の道路に該当すると43条と44条の法的効果が生じるという立て付けになっているわけです。43条何かというと、2メートル以上接していればこれ建築基準法に適合している、建築確認が下りる、接道義務との関係だっていう効果が付与されている条文です。わかりますか？建築基準法上の道路だと、この道路に該当するとここに2メートル以上接すれば建築確認が下りる、それ法的効果ですね。一つ、これは建築確認を受ける者にとっては良い法的効果です。まあ、周辺住民にとっては悪い法的効果かもしれません。で44条は逆にこれ道路持ってる人に悪い規定、道路内には建物建てちゃダメだよ、まあ当たり前ですけど、それも法的効果ですよね。なんで今法的効果って言葉使ってるか分かりますか？結局行政法の仕組み解釈、処分制度か原告適格見るには法的効果、これがすごく重要になってくるからです。ですので皆さんも個別行政法を読む機会があったら、この法的効果の視点からぜひ読んでいただきたいものになります。よろしいでしょうか？じゃあね、次行きましょう。3ページです。3ページの上から1、2、3、4、5、6行目、過去に2項道路行きましょう。幅員4メートル未満の道であっても都市計画区域に指定されるなどして接道義務の規定が適用されるに至った際、現に道として存在しすでに建物が立ち並んでいるもののうち、特定行政庁の指定したものは建築基準法上の道路とみなされる。これ何言ってるかというと、昔々からあるところで道路の幅が2メートルしかありませんでした。でも実際に建物建ってるわけですね。これでもこれ特定行政庁が指定すれば、これ道路になるんです。道路とみなす42条2項になります。これなんでかっていうと、昔々の、ね、建物が建ってる狭い道路っていうのがあります。でそれはもう仕方がないじゃないかということで、これ道路として指定すれば道路とみなされます。ちなみにこれ道路として指定されなくても、別にここは既存の建物は壊せとは言われません。なぜかというと、これ既存不適格っていうんですけど、建築基準法ができた当時にすでに違反している建築物は壊せとは言われない、そういう法律になってます。ただし建て替えができない、そういうことになります。でもしね、この規定がないとこの建築物壊せとは言われません。でも建て替えするときに建築確認は下りないということになります。今ある建築基準法施行当時ある物件については適用されないけど、新しく建てるんだったらこれ幅員4メートル以上の道に接しなければならないから新しく建てることはできません。そこで二項道路に指定されるとどうなるかっていうと、こういった法的システムが取られています。これね、レジュメで言うとここ、その場合道路の中心線から数辺距離2メートルを後退した線が道路の境界線とみなされる、セットバックと言います。道路とみなされる部分には通常の道路と同様に原則として建築物を建築することができない。これ何言ってるかっていうと、二項道路に指定されるとこの中心線から2メートル、つまりここの線が道路になります。
ここ1メートル1メートルですよね。そうすると4メートルになるじゃないですか。中心線から2メートル2メートル4メートルになりますね。でここ全部道路となります。ここが道路になる。じゃあここの分建物はみ出して建てますよね、道路に。それ壊さなきゃいけないかというと壊さなくていい。なんでかというとさっき言った通り既存不適格の概念、法令が適用される当時にすでに違反していた建物については壊せとは言われません、さすがに。でも今の建物は壊せとは言われないけど、将来建て替えするときには新しく建築確認取るからここには建てられないことになる。なので新しく建て替えるときにはここの道の外に建てなきゃいけないから、建て替えね、建て替えの時にみんな1メートルずつ下がって4メートルの道路が確保される、そういったシステムになっているわけですね。これが二項道路と言われるものでした。よろしいでしょうか。じゃあちょっとねこれ法律の条文で見ていきましょう。13ページ、42条2項になります。この章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で特定行政庁の指定したものは全項の規定にかかわらず同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートル括弧飛ばしますの線をその道路の境界線とみなす。ただし当該道がその中心線からの水平距離2メートル未満で崖地、川、線路、敷地、その他これらに類するものに相場においては当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなすという規定になっています。よろしいでしょうか。じゃあ判例いきましょう。3ページの真ん中や上括弧4判例。じゃあ事案見ていきましょう。本県通路部分を含む奈良県南、勝代郡 A 町、現在の奈良市御所市は法の施行日である昭和25年11月23日以前から都市計画区域に指定されていたところ、非上告人は同年11月28日付、奈良県告知第351号により、都市計画区域内において建築基準法施行の際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満 1.8 メートル以上の道を二項道路に指定し、同37年12月28日付、奈良県告知327号により上記351条の告示を廃止するとともに幅員4メートル未満 1.8 メートル以上の道を二項道路に指定した。上告人が前期所有地上の建物新築工事の建築確認申請に先立ち本件道路部分が二項道路に当たるかどうかを奈良県高田土木事務所に照会したところ、平成元年1月30日建築指示から本件通路部分は二項道路である旨の回答がされた。でここで知っておいてほしい知識があります。二項道路の指定方式、これね個別に指定することが可能です。この道を二項道路にします。ただ一括指定って方式があって、そっちも有効で、かつこっちの方がよく使われる。これすごいですよね。この一括指定は幅員4メートル未満 1.8 メートル以上の道全部二項道路にしますよ。すごい包括的な指定ですよね。これで行ったわけです。いいでしょうか。で今回はこの二項道路の指定に処分性があるかということです。でねこれね個別指定はこれ普通に考えて処分性あるんですよ。この道二項道路にしますって言ったらセットバック義務、これ要するに建て替えの時に後ろに行かなきゃいけない義務とかが生じるので、それは処分性あります。でも告示で行うってことはこれ条例制定行為とか法律制定行為に近いものがありますよね。みんなに網をかぶせるから、これ処分性あるのかって問題が生じてくるわけですよ。
見ていきましょう。で、原審は上記事実関係のもとで、本件告示は包括的に一括して幅員4メートル未満 1.8 メートル以上の道を二項道路とするに定めたのにとどまり、本件通路部分等に特定の土地について個別具体的にこれを指定するものではなく、不特定多数のものに対して一般的抽象的な基準を定立するものに過ぎないのであって、これによって直ちに建築制限等の試験制限が生じるものではないから、広告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。これはこれでまあロジックは通ってるわけですよ。原審判決は一括して網をかぶせる法令制定行為とまあ同じようなものだから処分には当たらない、まあ、これはこれで確かにその通りと言えるそうだ。でもね、これ逆に考えると、じゃあどこで争うのって話です。行政処分の処分性を考えるには、どこで争うのが適切かって観点が入るんですよ。じゃあこれね、本件告示が行政処分でないとすると、個々の建築確認で処分性を争うわけだけど、この一括指定の処分性を個々のね、一括指定の適法性を個々の建築確認で争っていると、それは矛盾も生じるだろうし大変なことになる。そこを最高裁は考えてひっくり返しました。判詞、法42条2項は同項1項の各号の道路に該当しない道であっても、法第3章の規定が適用されるに至った時点において、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは同項の道路とみなし、その中心線から水平距離2メートルの線を道路の境界とみなすものとしている。まず最高裁は42条2項のシステムを指摘した。じゃあ次ね、道場2項の特定行政庁の指定は、道項の要件を満たしている道について、個別具体的に対象となる道を2項道路に指定する、いわゆる個別指定、この道を2項道路にしますっていう方法でされることがある。一方で、本件告示のように一定の条件に合致する道について一律に2項道路に指定する、いわゆる一括指定の方法でされることがある。同号の文言のみからは一括指定の方法をも予定しているか否かは必ずしも明らかではないが、法の前身とも言うべき市街地建築物法の建築線制度における行政官庁による指定建築線については、行政官庁の制定する催促による一括指定もされていたこと、同号の規定は法の適用時点において多数存在していた幅員4メートル未満の道に面する敷地上の既存建築物を救済する目的を有すること、現に法施行直後から多数の特定行政庁において一定指定の方法による二項道路の指定がされたが、このような指定方法自体が法の運用上問題とされることもなかったことなどを勘案すれば、ここをマークしましょう。同項はこのような一括指定の方法による特定行政庁の指定も強要している。まず最高裁は一括指定という方法も適法だと判事しました。じゃあ次ね、本件告示は幅員4メートル未満 1.8 メートル以上の道を一括して二項道路と指定するものであるが、これによって、じゃあここからマークしましょう。法第3章の規定が適用されるに至った時点において、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道のうち、本件告示の定める幅員 1.8 メートル以上の条件に合致するものすべてについて二項道路との指定がされたことになり、当該道につき指定の効果が生じるものと書いてある。これ一括指定だろうけど、全部の道に法的効果が生じるって言ってるんです。で、原判決は特定の土地について個別具体的に二項道路の指定をするものではない、本件告示自体によって直ちに試験制限が生じるものではない旨を言う。しかしながら、それが本件告示がされた時点では二項道路の指定の効果が生じていないとする趣旨であれば、結局本件告示の定める条件に合致する道であっても個別指定の方法による指定がない限り、特定行政庁による二項道路の指定がないことに期することになり、そのような見解は相当とは言えない。これ何言ってるかというと、原審の見解だと一括指定だと法的効果が生じないって言ってる。でもその原審のロジックっていうのは、結局一括指定してもさらに個別指定をしなければ道としての法的効果が生じないというロジックだろう。それはおかしいんだ。なぜなら一括指定がなされた時点で全部道としての効果が生じるからだ。それが最高裁のロジックになります。そしてだからね、本件告示によって二項道路の指定の効果が生じる、一括指定だけで二項道路となるんだっていう見解を前提にする以上、このような指定の効果が及ぶ個々の道は二項道路、これ一括指定なんだけど、結局一本一本の道を考えると全て二項道路になってるんです。いいでしょうか。
でその敷地所有者は当該道路につき道路内の建築等制限法的効果を述べてます。44条、これちょっと条文載せてませんけど、市道の変更または廃止が制限される、等の具体的な試験の制限を受けることになるのである。そうすると特定行政庁による二項道路の指定は、それが一括指定の方法でされた場合であっても、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な試験制限を発生、個人の権利義務に対して直接影響を与える。だから一括指定方法の二項道路指定も行政処分に当たるんだ、そういった判例になります。よろしいでしょうか。でこれね、昔々古い新司法試験の時代に出たんですよね、二項道路の指定は。なのでぜひその行政法の過去問も見ておいてください。結構やっぱ時間経ちますね。あと30分しかないんですけど、ちょっと最後まで行きたいんでやりましょう。次は用途地域の指定、ここから都市計画法が出てきます。でね、括弧1、都市計画区域の指定です。で都道府県は都市として一体的に整備しようとするときは都市計画区域というものを指定します。要するにここに町を作るぞっていうときは、そこの地域を都市計画区域というものに指定します。まずこの概念知っておいてください。都市計画区域ね、条文は後でまとめて読みます。で都市計画的な市街化を図るため必要なときは、このね、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域というものに分けます。で市街化区域というのは後でやる通り、ここは住宅を建てる住居専用地域とか商業地域とか、そういうのを定めます。で市街化調整区域、これ覚えておいてください。これ調整中なんです、市街化を。ということは建物建てられないんですよ、原則市街化調整区域は。そういった区域に分けます。いいでしょうか。これを区域区分と言います。じゃあちょっとここまで条文見ていきましょう。都市計画法はね、8ページですね、5条、都道府県は市または人口、就業者数、その他の人口が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量、その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案し、一体の都市として総合的に整備し開発し及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において必要があるときは当該市町村の区域外にわたり都市計画区域を指定することができる、そういうことになります。で7条区域区分、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分、以下区域区分を定めることができる。ただし次に掲げる都市計画区域については区域区分を定めるものとする。まあこれはいいでしょう。で5ページいってください。括弧に用途地域の指定、これが大事。都市計画区域には用途地域などの地域地区を定めることができて、括弧3、建築基準法の用途規制、建築基準法で用途地域に合わせて用途規制が定められる。でこれが重要になってきます。都市計画法戻りまして8ページ見てください。8ページの8条、地域地区です。都市計画区域については都市計画に次に掲げる地域、地区または街区を定めることができる。1号、これが用途地域と総称されるものです。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、または工業専用地域、以下用途地域と総称する。これを定めることができます。で、これ何の地域なのかというと、9ページの下側の9条に書いている。例えば9条1項、第一種低層住居専用地域は低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。ざっくり言えば、庭付き一戸建てが立ち並ぶような住居地域です。で2項、第2種低層住居専用地域は市として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。ちょっとアパートがあってもいい、3階建てぐらいのね。で3に行くと、第1種中高層住居専用地域は、これね、中高層住居の専用なんでマンションとかが立ち並ぶという話になります。
で例えばねもうちょっといって10ページ、7号準住居地域は道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつこれと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。準住居地域はあの国道沿いをイメージしてください。だから少し大きな商業施設とかあの自動車整備工場とかはあっていい、そういう地域になってきます。で8近隣商業地域はあの商店街のアーケードをイメージしてください。近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことをしたら内容とする商業その他の業務の利便を増進するための定める地域で9項の商業地域というのは本当に街中の、商業施設でもねここ見ると法的効果なさそうじゃないですか。定義が書いてるだけじゃあどうやって法的効果を発生させるのかというとこれ建築基準法に書いてるんですね。14ページ見てください。14ページの下が用途地域と48条ね、1項第1低層住居専用地域内においては別表第2項に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。ただし特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害する恐れがないと認めまたは公益上やむを得ないと認めて許可した場合においてはこの限りでない。でこれ別表は17ページです。これ見ておきましょう。第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物住宅で事務所店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定まるもの共同住宅、寄宿舎または下宿、学校、各校大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く、図書館、その他これらに類するもの、神社、寺院、教会、その他これらに類するものなどが書いてます。ということは、いいですか？これ行政法との絡みで重要なんですけど、都市計画で、区域区分が定められました。そして用途地域が定められました。法的効果は都市計画法ではなく建築基準法で発生する。そういった仕組みになっているわけです。これ重要ですよ。都市計画法上の用途地域の指定なのに法的効果は建築基準法で定められている。この仕組みは知っておいてください。いいでしょうか。駆動用ですけど処分制とか原告適格とか訴えの利益考えるときには法的効果これが重要になってきます。いいでしょうか。では、判例を見ていきましょう。5ページね。最地昭和57年4月22日事案岩手県知事 Y の工業地域指定によって病院建設ができなくなった X がこれ条文ねすごく大量なんです。建築基準法だから載せてないんですけど興味ある方は別表を見たら分かるんですよ。建築基準、できない建物が分かるんです。そこであの工業地域見てください。これ病院建設できないんです。まあそうですよね。工業地帯に病院あったらねちょっと変ですからね。病院建設できなくなった X が工業地域の地域指定の取り消しを求めた。この地域指定の取り消しができるのか処分性あるのかという話です。都市計画区域内において工業地域を指定する決定はマークしましょう。都市計画法8条1項1号に基づき都市計画決定の一つとしてなされるものであり、右決定が告示されて効力を生ずるとマークしましょう。当該地域内においては建築物の用途規制というのは何を建てちゃダメか容積率建蔽率等に対するさらなる規制がかかるがでかかる効果はマークしましょう。当該地域内の不特定多数のものに対する一般的抽象的なそれに過ぎずしたがってこのような効果を生ずるということだけから直ちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったとものとしてこれに対する抗告訴訟を肯定することができない。これあくまでルールなんだ。ここら辺を例えば工業地域に指定しますよ。確かに建築基準法で法的効果を生じている。でもそれっていうのは規範定律行為と一緒だ。要するに法律と一緒だってことですよ。個々の処分ではないと言ってる。不特定多数のものに対する一般的な抽象的なそれだ。したがってこのような効果を生ずるということだけから直ちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったものとして抗告訴訟を肯定することができない。なお
右地域内の土地上に現実に制限を受ける者が損する場合には、その者は現実に自己の土地利用上の権利を侵害されているということができるが、この場合はマークしましょう。右建築の実現を阻止する行政庁の具体的処分を捉え、前期の地域指定が違法であることを主張して右処分の取り消しを求めることにより権利救済の目的を達する道が残されていると解されるから、前期のような解釈をとっても格別の不都合は生じない。つまり工業地域で病院建てます、建築確認申請しました、建築確認がおりませんでした、そこを捉えて争えと言ってるんですね、最高裁判例は。よろしいでしょうか。じゃあ最後いきましょう。4、憲兵率、容積率、総合設計許可、今日のクライマックスです。で、括弧1、憲兵率、これは知っておいてください。憲兵率は建築物の敷地面積の敷地面積に対する、建築面積の敷地面積に対する割合です。何を言ってるかっていうと、これね、敷地を上から見たと思ってください。敷地をね、上から見てんの、上から見て、はい、土地、で建物がこれぐらいで、敷地面積が例えば100平米で、建物の面積が50平米だと、これは 50%、 これが憲兵率ね。敷地面積、土地の面積に対する建物の面積の割合、100分の50だったら 50%。 逆に土地に目いっぱい建物を建てていれば憲兵率は 100% ということになります。これが憲兵率という概念です。で、これ建築基準法53条1項なんですけど、そのレジュメの下に書いている通り、これね、憲兵率制限というのがあります。要するに憲兵率 50% までなんだよとか 100% いいんだよとかいろいろあります。で、これは用途地域によって選択されるできる数値が決まります。その中から具体的に都市計画で定めます。下の例に書いた通り、例えばね、ここの地域は近隣商業地域ですよってすると、10分の6か10分の8、憲兵率どっちかになります。で、法律でこのどっちかになって、その中でどちらにするかを都市計画で具体的に決めるというシステムになってます。いいでしょうか。じゃあ条文も見ていきましょう。53条ね、建築基準法、16ページです。下側53条、建築物の建築面積、同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合、以下憲兵率というは次の各号に掲げる区分に従い、当号各号に定める数値を超えてはならない。1号、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、または工業専用地域内の建築物、10分の3、10分の4、10分の5、また10分の6のうち、当該地域に関する都市計画において定められたもの、このオプションの中から定めるということになっています。で、なんで憲兵率ってものがあるんでしょうか。これ分かる方いらっしゃいます？これこういうことなんですよ。行政庁がですね、はい、ここ第一種低層住居専用地域です、高級住宅街にしたいって時は10分の3指定するんです。庭が広くなりますよね。庭が広くなって、隣の建物と隣の建物の間も普通広くなりますね。だってスレスレに建てる人いないじゃないですか、建物をこっちにね。大抵真ん中に建てると、土地が広ければ広い方が周りの建物との間が空く、ゆったりした高級住宅街ができるようになるわけですよ。このように都市計画で憲兵率を定めて、街づくりをデザインしていくという手法なんです。これよろしいでしょうか。じゃあもう一つは容積率という概念があります。
容積率はこれは建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合です。これ何を言ってるかと言いますと、これ立体図にしますけど、はい、敷地があって建物がね2階建てだとします。はい、で土地の面積がこれ100平方メートルで、建物のこれ床面積なんですね。1階が例えば40平方メートル、2階も40平方メートルだとすると、これ建蔽率では100分の1階部分の床足す2階部分の床で 80% ってなる。これが容積率です。なので容積率は 100% を超えることも普通にあります。じゃあこれも条文見ていきましょう。容積率は52条です。16ページ、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は月の各号の掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし当該建築物が5号に掲げる建築物である場合において、3項の規定により建築物の延べ面積の算定にあたり、その床面積が当該建築物の延べ面積に参入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある第1住居地域、第2住居地域、準住居地域、近隣商業地域、または準工業地域に関する都市計画において定められた2号に定める数値の 1.5 倍以下でなければならない。で1号で第1低層住居専用地域、または第2低層住居専用地域内の建築物は10分の5、10分の6、10分の8、10分の10、10分の15、または10分の20のうち都市計画で定められたもの、そういうふうになってます。じゃあ次ね、次は、5ページ戻って括弧3高さ制限です。あ、すいません、これね斜線制限ってあるんですけど、斜線制限はちょっと難しいんで、今日の講義では省略します。高さ制限は建築基準法55条と56条に書いてます。でね、17ページで55条を見てください。第1種低層住居専用地域、または第2種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは10メートル、または12メートルのうち、当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。低層住居専用地域なんで、10メートルまたは12メートルのどっちかで定められた数値は超えられないということです。でちょっと重要なのが56条、建築物の各部分の高さは次に掲げるもの以下としなければならない。1号、別表第3位欄及び路欄に掲げる地域、地区または区域及び容積率の限度の区分に応じ、全面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表波欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から全面道路の反対側の境界線までの水平距離に同表2欄に掲げる数値を乗じて得たもの。これ何言ってるか分かりますか？これね、すごく実は総合設計許可に重要なので、意味は理解しておいてください。
道路があってビルが建って道路の反対側に土地があります。こういう話ね。この建物から道路の反対側までの距離、これはアルファとしましょう。で、建物の高さベータとしましょう。つまりこれは建物の高さベータはこのね、建物から道路の反対側の距離までに一定の数値を R をかけたものを以下にしなきゃいけないというルールです。で、別にこの公式はどうでもいいんですけど、ポイントは建物の反対側、失礼しました、建物の道路の反対側までの距離と高さの関係について定めたルールです。この制度趣旨分かりますか？なんで反対側かというと、建物がバッタンと倒れた時に大丈夫かって規制なんですよ。これ道路はいいじゃないですか、こっちに建物があるんだから道路の反対側までの距離なんです。建物がバッタンって倒れても大丈夫なようにある程度の距離を保っておく、そのための規制です。これだから道路の反対側ってなってます。そのことを知っておいていただければ十分です。では最後の判例いきましょう。再三平成14年1月22日、ああそうか、総合設計許可か、5ページの下から5行目、括弧の総合設計制度です。で、ここの絡みで総合設計制度が出てきます。これ何かというと、例えば高層ビルを建てるとき、その敷地内に公開空き地を設けると、建蔽率や容積率、高さ制限、車線制限などのさまざまな規制が緩和されるものを言います。59条の2見ていきましょう。17ページ中ほどです。敷地内に広い空き地を有する建築物の容積率等の特例、59条の2、その敷地内に政令で定める空き地を有し、かつその敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつその建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより、市街地の環境の整備改善に資すると認めてに許可したものの、容積率または各部分の高さはその許可の範囲内において、なんちゃらの規定による限度を超えるものとすることができる。建蔽率規制、容積率規制を守っていると、いわゆる超高層ビルというのは建ちにくいです。高層ビルというのは建ちにくいです。そこで一つの手法として特別に許可する。どういう時に特別に許可するかというと、ビルの敷地内に空き地を作りなさい。空き地を作ると火事とかの時にも緩衝地帯になるし、倒れた時にもちょっとマシになる。だから公開空き地を作って、しかもその空き地は誰でも利用できる空き地、公開空き地ですっていうものを作ると、特例として高さ制限とか外してあげる、そういう話になります。じゃあその総合設計制度なんですけど、それが争われた事案、6ページの判例です。これを最後にやっていきましょう。事案、東京都知事は A に対し建築基準法59条の2に基づく総合設計許可を与えた。これに対し当該建物の近隣における建築物の所有者、居住者である X らは、建築物の建築により良好な住環境、日照、プライバシー等の生活上の利益が侵害されるとして処分の取り消しを求めて訴訟を提起した。はい、まずね、この訴訟に関する訴訟要件上の問題点は何でしょう。何が争われますか。これ処分性、いや処分だよ、総合設計許可は。それはそうですよね、高さ制限が解除されるから、それは処分です。原告適格ですね、これ周辺住民なんで。原告適格があるかという問題です。見ていきましょう。ここは制度の概要。建築基準法は52条において建築物の容積率制限、55条および56条において高さ制限を定めているところ、これらの規定は、これマークしましょう、本来建築密度
建築物の規模等を規制することにより建築物の敷地上に適度な空間を確保し、もって当該建築物をこれに隣接する建築物等に比べ日照通風最高等を良好に保つことを目的とするものであるが、そのほかこれもマークしましょう。当該建築物に火災その他の災害が発生した場合に隣接する建築物等に延焼するなどの危険を抑制することもその目的に含む。つまり日照とか通風とか採光とかも問題なんだけど、火事になった時に、ね、敷地が広ければ広いほど周りに隣に燃えにくいわけですよ、炎症しにくいわけですよ。そういったものも目的に含む。そして同法59条の2項は上記の制限を超える建築物の建築につき一定規模以上の広さの敷地を有し、かつ敷地内に一定規模以上の空き地を有する場合において安全防火等の観点から支障がないと認められることなどの要件を満たす限り、これらの制限を緩和することを認めている。同項が必要な空間を確保することとしているのは、当該建築物のその周辺の建築物日照通風最高等を良好に保つなど快適な居住環境を確保することができるようにするとともに、地震火災等により当該建築物が倒壊炎上するなど万一の事態が生じた場合にその周辺の建築物や居住者に重大な被害が及ぶことがないようにするためであると解釈する。ここ重要です。でここからマークしましょう。同項が、同項が必要な空間を確保することとしているのは建築物及び周辺の建築物日照通風を最高等良好に保つなど快適な居住環境を確保することができるようにするとともに、地震火災等により当該建築物が倒壊炎上するなどの万一の事態が生じた場合にその周辺の建築物や居住者に重大な被害が及ぶことがないようにするためである。これ先ほどやりましたよね。なんで空き地を設けていれば高さ制限とかが緩和されるのか。もちろん日照とか通風とか採光の観点もあるんだけど、やっぱり地震とか火事とか起こった時に空き地があればある程度緩衝地帯になるわけです。そこもちゃんと指摘します。そして、同項の趣旨目的、同項が総合設計許可を通して保護しようとしている利益の内容性質に加え、同項が建築物の敷地構造等に関する最低の基準を定めて国民の生命健康及び財産の保護を図ることなどを目的とするものであることに鑑みれば、で判例何言ってるかっていうと、まず総合設計許可制度の目的、これは空き地を設けることによって緩衝地帯を設けることによって周りの住民とかの生命とか身体を保護してるんだってのをまず指摘してあって、さらにプラスして建築基準法1条の目的を挙げてあげる、でことに鑑みれば同法59条の2第1項は炎上気候下に関わる建築物の建築が市街地の環境の整備改善に資するようにするとともに、ここもマークしましょう。当該建築物の倒壊炎上等による被害が直接的に及ぶことが想定される周辺の一定範囲の地域に存する他の建築物について、その居住者の生命身体の安全等及び財産としてのその建築物を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含む。そうすると総合設計許可に係る建築物の倒壊炎上等による直接的被害を受けることが予想される範囲の地域に損する建築物に居住し、またこれを所有する者は総合設計許可の取り消しを求めにつき法律上の利益を有する者としてその取り消し訴訟における原告的確を有する、そういうことになっております。よろしいでしょうか。なので実際にね、建物が倒れた時に被害を受けるような範囲の住民は原告的確を有するというわけです。総合設計許可を取り消す。よろしいでしょうか。でここでね、このまちづくり行政法の分野っていうのは処分制とかで原告的確とかで出ることは非常に多いです。ただね、本案で出ることは、まあ、たまに出ることはあると思うけど少ない。なぜか、これね、さっき言った通り裁量が少ないんですよ。やっぱり裁量行為って見られることが少ない。要するに法令に基準に適合してるか適合しないか、これで決まることが多いです。で実際ね、この総合設計許可の取り消し訴訟ってどういう時に勝てると思います？本案でこれやっぱり建築基準法上の基準に適合してないのに許可を出してしまった、その時なんですよ。大体適合してたらまず本案で勝てません。だって建築基準法守ってるから。でこれ皆さん弁護士になったら分かると思うんですけど、ちょっと脱線しますよ。行政法の世界じゃなくても日照権とかよく争われますよね。日照権とか争われた事件もこれね、建ってるマンションが建築基準法に適合してたらほとんど勝てないんですよ。やっぱりただそのための建築基準法じゃないですか。なので結構ね、法案でどうっていうのは司法試験の出題においてもね、そんなにないとは思います。そこでここを見てほしいんですよ。ところで原審は非上告人東京都知事が本件建築物で東京都総合設計許可要項所定の各種基準に適合することを確認して、
本件各許可をしたことを認定した上で、本件建築物は上記基準に適合するものであり、同被上告人が3種高度斜線制限の適用除外の許可の要件を満たすと判断して、本件都市計画許可をしたことに、で、このね、総合設計許可は一応裁量あるんですよ。特別な許可だから。その裁量権の範囲を逸脱し、またこれを乱用した違法があるということはできないから、上告人 A1、他3名の同被上告人に対する本件都市計画許可の取り消し請求は理由がなく棄却すべきものと判断している。そして、公示の通り、現時の上記認定判断は是認することができるものであり、上記認定判断に調すれば、上告人らからの同被上告人に対する本件総合設計許可の取り消し請求もまた理由のないものがあることが明らかである。以上によると、本件総合設計許可の取り消し請求は理由がないものとして棄却すべきことになると思う、なるべきこととなるが、いわゆる不利益変更禁止原則により上告を棄却するにとどめるほかはない。ちゃんと要項とか基準とかに適合してるから、本件都市計画許可に裁量権の逸脱乱用はないと判事しています。さらにこれ民訴の論点なんですけど、これ不利益変更禁止の原則がありますから、裁判所がね、そもそも請求棄却にしたいと思っても上告棄却にとどめるしかないですよね。そういうことにもなってます。よろしいでしょうか。はい、1時間半という短い間でしたけど、建築基準法と都市計画法の条文拾ってやりました。もちろんね、都市計画法も他に開発許可とかね、まだまだ司法試験に絡むところいっぱいあります。でもね、皆さんこの講義をきっかけに、ぜひね、判例見るときに個別行政法にちょっとね、思いを寄せてほしいんですよ。で、もう余裕があったときだけで結構です。今インターネットに全部条文ありますので、ちょっと個別行政法見てみようか、そういったね、考え方をぜひ持ってほしいんです。そしてね、個別行政法を見るときのポイントが一つあります。いきなり個別行政法の条文見て分かる方ならいいです。分かんないときは、その制度自体も結構インターネットで説明されてます。行政今親切ですからね、なので制度自体が分かんないときは、それを検索してまず制度の概要をつかんでから条文見た方が分かりやすいです。ただあくまで皆さんは個別行政のお勉強が目的ではなくて、最終目標は司法試験なわけですから、法的効果は何か、これは処分性基礎づけるのか、原告的か基礎づけるのか、訴えの利益はどうかって観点から見ていってください。それが非常に重要なことになります。では皆さんがですね、この講義をきっかけに予備試験や司法試験、合格、していただくことを記念しております。それでは個別行政法から学ぶ仕組み解釈、これにて終了いたします。お疲れ様でした。